続いては今大人気のこちらです、はい、カラフルで様々な種類が出ているグミです。新しいパッケージも出てたりとか結構勢いあるみたいで。そうなんですよ、うん、種類も豊富なんですが、はい、こちらをご覧ください。グラフ出ますでしょうか。グミとガムの販売金額の推移になっているんですが、グミが青でガムが赤、はい、はい、青い線のグミはコロナ1年目の2020年、こちらは一度減少するんですが、その後は年々増加していて、うん、2021年にはガムの売り上げを超えました、はい、このグミブーム、手軽、映える、満足できると若い世代を中心に愛媛でも広がっているんです。皆さんはグミお好きですか？グミ好きです。地球グミとか韓国のグミが好きです。お昼ご飯の後とかにみんなで分けたりとか、こういうグミ美味しいよみたいな感じでシェアしたりとかはします。グミ交換がコミュニケーションツールにもなっているんですね。最近は雲グミ食べました。ネットで有名だったんでSNS きっかけですか。ハード系が好きで硬い方が口の中に残るので、夜遅くまでこう作業してる時とかにまあちょっと小腹が空くんで、その時にこう、まあ、あんまり夜なんで食べ過ぎるのは良くないかなっていうので、満腹中枢を上げるために食べたりはします。へえ、夜食代わりにいつもバッグに入れてるの。お菓子ちょうだい、お菓子ちょうだい。グミしか食べてない。グミしか食べない。グミしか食べない。主食がグミ。特に若者世代を中心に今大ブームとなっているグミ。松山市内のディスカウントストアを訪れると、ご覧ください。壁一面グミ、グミ、グミ。国内メーカーのものから輸入グミまで幅広いラインナップです。びっしり並ぶ色とりどりのグミ、その数なんと300種類です。半年ほど前に改装を行いまして、その際に 1.5 倍ほど、買い物面積の増やしております。手軽に食べれるという部分と、まあ、昨今あの SNS がブームになってますので、そういった部分で映えというところもあるのかなと思っております。このグミブームのきっかけとなったのが、もう皆さんご存知かと思いますが、まあ、こちらの地球グミですね。こちらの方が、はい、火付け役になるかなとは思われます。見た目もインパクト抜群の通称地球グミ、中にはベリーソースが入っています。韓国の YouTuber の動画をきっかけに日本でも SNS で話題になりました。今一番人気のグミってどのグミでしょうか。はい、こちらのフルーツポップグミとなっております。あー、かわいい。これグミなんですか。はい、グミです。お子様であったりとか中高生とかにすごく人気のタイプになりますね。お値段もそんなに高くはないので。またくるくる回る風車グミなど、写真映えするカラフルなグミも若者に人気だといいます。取材中にも高校生たちが、僕は1日分のビタミン C の果汁グミ選びました。なんか部活帰りとか、まあ、疲れた時とかお菓子食べたいなと思った時によく食べます。柔らかいのやったらずっと食べてしまうけど、硬いのは1個で満足するじゃないですか。このグミ人気は愛媛屈指の観光地道後でも。道後商店街の土産物店に入ってみます。お、ありました。入ってすぐのところにあります。愛媛の瀬とかにポンジュース、柑橘系のグミが多いですね。お土産の中でもグミ人気って高まっているんでしょうか。そうですね、めちゃめちゃ高くなってきてますね。中でも人気なのが、やっぱもうポンジュースじゃないですか。愛媛といったらポンジュースって、もう言ったらもうブランディングがしっかりされてるので、これはもう安定的にお客様求められてますね。みかん型をしています。すでにオレンジのいい香りがします。いただきます。うん、ポンジュースそのものです。
手頃なお値段もあって、箱ごと大量に買っていくお客さんも多いんだとか。みんなでシェアしてコミュニケーションツールとして、そしてお土産にも。進化するグミから目が離せません。ハード系とかグミワードもいっぱいあって、なんか世代ごとに楽しみ方があるなと思いました。いや、そうなんですよ、うん、そしてこのグミブームの理由なんですが、市場調査会社インテージの木地俊光アナリストによりますと、はい、まずは様々な形や食感の商品があること、はい、そして次にガムのようにゴミが出ないこと、うん、そして最後、特徴的な見た目のグミが SNS で話題となり注目を集めたことと分析しています。なるほど。やっぱりこの SNS で話題、 SNS 映えっていうのがこの時代にこうハマってるなという感じもしますね。そうなんですよ。本当にカラフルなグミなども登場しているんですが、うん、また愛媛ならではの新しいグミなど登場すると面白いですよね。以上、特集でした。